ははい皆さんこんばんこばです長谷智也さん大学生殺人事件の件江別市のですねコメント欄でこう,こう最近見てますですねまあいろんなご意見があるのも承知してるんですが「長谷さんの写真を使わないでください」ということでねコメントいただいております。 これ皆さんどう思われますかあっさんの写真を使うべきか使わないべきか、うん、まあそのかわいそうなことをされて亡くなったので使わないでくださいっていう気持ちは分かりますでも長谷さんご本人がですね亡くなった後も意師があって話を聞けるとしたら長谷さんどう言うと思いますか 自分は亡くなったんだからもうこの世にいないものとして写真は使わないでください。誰にも私の顔を知られたくないです。というのかそれとも私はとんでもなくひどいことをされたんです。彼らのことを許せません。ただ彼女の将来のためを思って別れようと話しただけなのになんでこんな凄惨なことを。 されなななくてはならないのでしょうか裸にされて、恥ずかしめを受けて、陰謀を焼かれ、ボコボコに、すごいすごい痛かったんです。彼らのことは絶対許せないんです。私の顔、顔写真、どうぞ使ってください。私の無念を晴らしてください。彼らに罰を与えてください。 そういうふうに言わないでしょうか。私は、長谷智也さんがそのように言っているように思えてなりません。ですから、長谷智也さんの写真をあえて使わせていただいております。旭川いじめ事件の被害者の少女もそうでした。動画を出していく中で、被害者の写真を使わないでください。という、まあ、お気持ちも、 分かりりまます。す。一理ありますただ亡くなった少女は本当にそのように思われているのでしょうか私はつらい思いをして亡くなったんですどうぞ使ってくださいとあの少女だったら言うのではないかと私は思っているのです。 そしてこういうい意見もありましたもう高之さんの動画は見たくありません。このような動画を出していると模倣犯が増えると思います。というコメントをくださった方がいました。これはあ,のあくまで注意喚起ですこのような犯罪を犯したらこのようにネット上で晒されて 世間から批判されるんですよ重い罰が与えられるんですよということを世の中の若者たちどのようなことをしたらどのような罪になるかどのような罰則が待っているのかどのような悲惨な人生が待っているのかということを教えてあげなければ未成年の犯罪は止まらないと思います。 私の動画で被害者がね陰謀を焼かれて写真を撮られたということを動画で出したからといってあそんなやり方があるんだじゃあ私もやってみようなんていうバカがどこにいるんですか <laughs> 私のこの動画がですね正義のためにやってるとかそんなことは思ってませんただ被害者の方々の無念を晴らすために 世の中で今後このようなことが起こらないように真実はどうだったのか本当は何があったのかというのを皆さんに知っていただくためにやっているチャンネルです皆様はどう思われましたでしょうかご意見ご感想などあればコメント欄にご記入をいただけたらと思いますではまたお会いしましょう失礼します